ガランギプレイということですね。今日はもうスペシャルゲスト、怪物が来ました。はい、ゆずきたけるくんです。お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。いやもう皆さん見てわかる通り196センチ。196センチ。ラウニッチとかと同じなんだ。そっか、やばいね。そう、ほぼ同じなんだ。で結構体重も結構同じなんですよ。日本人でさ、いないじゃん。見たことないもん。そうだからさ、結構さ、ああいう AG2 スタイルジャパンっていうチャンネルあんじゃん。ああで大学のさ、結構載せてて、うん、でだからそのゆずきとかの試合ってコメント欄とかで「サーブやばくね」とか言って結構さ、なんかその他の人よりも注目されるじゃん、やっぱり。まあよく見てもらえてはいい。そうやっぱでかいし、サーブ速いし、うん、しかもさ、サーブただ速いだけじゃなくてレフティーなのよ。はい、特徴もあるからやっぱり、うん、だから俺すごい本当楽しみなんだよ。確かに。そうプレーするのが、はい、だから今日は、まあ、普通に普段通り練習して、まあ、ちょっといつものポイントやって、で最後はそのゆずきのサーブ受けたいからお願いして、うん、はい、じゃそこからちょっとポイントしていこうかなっていう。 OK です。でいろいろ秘訣をねちょっと聞いていくんでお願いします。了解です。お願いします。ちなみに同い年です。はい、でそうだね。ケンシンが184センチ。そんぐらいあるんだけど、マジでケンシンがちっちゃく見えるんだよね。ねえ、やばいよね。でもケンシンがちっちゃく見えるってことは、一回後で並んでみてよ。いや、後でさ、それさ、並んでみたよ。ああ、うん、1センチぐらい違う。そうってことはさ、俺とかマジでさ、子供に見えるわけよ、マジで。本当に、まあ、お父さんみたいな。おお。今から10ポイント選手やっていくんで、うん、で一番得意なショットサーブなんで、はい、あとサーブからもやっていくんで、はい、行きますよ。プレッシャーかけない。本当に弱い。で下からのポイントあんま強くないし。ああそう。出ない。めっちゃ俺プレッシャーじゃん。確かに。で俺普通に楽しみ、すごい楽しみ今。うん。おー、ナイスショー。おすごい、めっちゃ跳ねる。おお、ナイスショー。
球が重いから。ああ、そう、こっちはなんかもうエースを取りに行くっていうよりも緩急 つけてみたいな、つけないと、はい、俺のやっぱスピンボールをさ、こぐるってんだよ全部布のとこで、はい、だからこっちからしたら相当やりにくいよ。ちょっと次サーブからいい、よっしゃ、ニューボールで体験できるということで、はい、やばいね。いや、めちゃくちゃいいよ、本当に。えぐいね。いや、もうちょっとやばいね。え、てかさ、調子いい日なんじゃない今日サーブ。入ってるね。いいよね、絶対に。なんかさっき車で話してて、やっぱりサーブ武器だからこそ、うん、調子いい悪いってあるらしいですよ。あ、やっぱり。なるほど。極めてるからさ。うんうん、けど調子絶対いい日でしょ。もう入ってる。ファーストだってさ、最後の一球だけだ。最後の一球だけでしょ。9本は連続だった。9本連続。あ、じゃあ9、8か。あ、9か、9か。9連続。めっちゃやばいコース入ってるから。ね。マジなこと言って。なんか。悔しいね、マジで。マジで。俺なんか何もできなかった、マジで今。ガチ何もできなかった。お金払ってでも受けたいって感じ、これは。すごい。マジで身になる。はい。むしろリターンに入ってくれたら俺的にも緊張感あ、マジで、うん、へぇ練習やっぱいいっつっちゃうすげえ今後もやってもらいたい、本当に。なぁ、お金払ってでも、なんかそれぐらい価値がある、相当ね、やばい、なかなかって受けれない。なんか俺サービスラインから結構やってて、はい、サーブ練習したけど、コーチと違う、なんかリズムが違う。なんかサービスラインからやるとすぐ来るんだけど、確かに、やっぱベースラインからやるとなんかリズムが違う、なんか、マジで。だからなんか再現できない、これは。なるほど。多分サービスラインからやっても自分が寄りがレシーブするときめっちゃ端から取んなくちゃいけない、しかも初めてだしねそうメドベーデフとかさ、めっちゃ後ろ下がってリターンするんじゃん、うん、メドベーデフとかすごいね、マジで。あ、相当すごいね。ね、これ相当いい動画撮れた、ちょっとマジでマジで早いし跳ねるし、いや多分視聴者めっちゃ興奮したと思う、マジです。ロマンがあるね、すごい。いや俺これマジでさ、ストロークのポイントでも負けたらもう俺今日オワコンだった、マジで。本当に俺マジ勝ってよかった、ストロークそうだね、あ、勝ってたら俺の完勝だったな。じゃあそう、俺本当にもうストロークでも負けたらオワコンだった、マジでってことで、はい、今練習終わったんですけど、ありました、ありがとうございます。いや、すごい楽しかったですね。ノー、見てて楽しかったね。あの、これからまだ時間あるんで、まあ、ちょっとプライベートでやってもらうんですけど、はい、しっかりリターンマスターできるように頑張りたいと思います。はい、またぜひ出てください、チャンネル。はい、もうぜひぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ガランギブレーということですね。今日はすごいジュニアが名古屋にいるということで、今僕チェリーテニスクラブにいるんですけど、はい、このチェリーテニスクラブにですね、珍しいテニスプレーヤー、はい、右と左どっちも空手なんですね、越前龍馬みたいに。すごっ